ちなみにその5周年特番の台本めっちゃ分厚かったって言ったじゃん。多分本当にね、漫画、普通のなんか少女漫画とか少年漫画とかの、少年漫画はわかんねえな、少女漫画とかの一冊分ぐらいの500円ぐらいする本の分厚さくらいあった。体感、言い過ぎかもしれないけど体感ね、体感、いや半分はあった、あれの半分はあった半分くらいかな、わかんない、最近漫画読んでないからわかんねえや、半分は絶対あった。 A4 サイズのね。なんか赤ちゃんもさ軽く話してたんだけどさ、なんかトールの前の席にさレオスさんとか座ってて、だから見えたんだけどさ、レオスさん台本始まった瞬間後ろに投げてたから、投げたってか捨ててたからね、いいだねっつってポイっつってそう、赤ちゃんも話してたんだけど、これトールの席から見えたんだよ、台本置いてんの、目の前に、目の前だからさ、っていうぐらい熱かった、うん、それであんだけ喋れるからすごいよな。